エイブギー・ウィット・ダフーディは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨークシティ出身のラッパー、歌手、ソングライター、ヒップホップミュージシャン、略称のエイブギーと呼ばれることが多い。2016年から音楽活動を、始め2017年のシングル、ドローニングのヒットで広く知られるようになる。2018年には、楽曲、ルック、バックアット・イットがヒットし、 ベッドアワードの新人賞にノミネートされる。2作目のアルバム、フーディーシーズンは、ベイビルボード200で、初の1位となった。2020年には3作目のアルバム、アーティスト2.0をリリースした。スプラッシュのステージでのエイブギー1995年12月6日、エイブギー・ウィット・ダ・フーディこと、アーティスト・ジュリアス・デ・ウ・ボーズは、ニューヨーク市ブロンクスのハイブリッジで生まれた。 エイブギーはハイブリッジで育ち、12歳の時にカニエ・ウェストや50セントを聴いてラップを始めた。2016年2月、初のフルレングスミックステープ、アーチストをリリースした。5月18日、ハイブリッジを拠点に活動する仲間のラッパーダンキュートのコラボレーションミックステープ、ザ・テイク・オーバー・ボリューム1をリリースした。7月、アトランティック・レコードと契約を結ぶ。 2017年6月、エイブニーは、XXL の2017フレッシュマンクラスに選ばれた。9月29日、デビューアルバム、ザビガーアーティストをリリース。リードシングルである、コダックブラックをフィーチャーした、ドローニングは、全米ビルボードホット100で38位を記録した。2018年12月21日、2作目のアルバム、フーディーシーズンをリリースし、 全米1位を記録する。収録曲、ルック、バックアット・イット・はイオエックス・プラチナ・ディスクに認定されるなどヒットした。2020年2月14、3作目のアルバム、アーチスト2.0がリリースされ、全米2位を記録する。イブギ・イブギーには、恋人、エラ・ロドリゲスとの間に、娘と息子がいる。娘のメロディ・バレンタイン・リボースは2017年の、バレンタイン・デーに、 息子のアーティストジュニアは2020年6月27日に誕生したスタジオアルバムありがとうございます。